この2チーム。チーム名はせーの、せーの、青春ソーダです。はい、やっぱりスポーツって青春だと思うんですね、はい、この T シャツのカラーがちょっとソーダっぽいなということで青春ソーダにしました。卓球は青春だ、青春ソーダ。せーの、アヤパルタマネジェです。長いな。どういうところから来たんですか？これはみんなが水谷さんに呼んでほしい名前をつけてみました。アヤパルタマレジェです。レジェって何ですか？いや、私やっぱ下の名前がいいので、スミでお願いします。じゃあ名前、チーム名も変えます？あ、じゃあせーの、アヤパルタマスミです。レジェではなくスミでお願いします。アヤパルタマスミ。4期生から先輩たちへの不敵な挑戦、その勝負を受けて立つのはキャプテンおたけ。アヤパルタマレジェ、改めアヤパレタスミ、アヤパルタマスミ、キャプテン高本彩香。さあ、エースをいきなり投入してきました青春ソーダ、日向坂卓球ランク1位の平岡美月です。負けない。負けない。個人ランクナンバーワンの平岡が登場しました。これは鋭い。いきなり見せました。高本のサーブ。これもいいサーブだが。高い打点から打っていたがオーバーです。日向坂卓球ランク1位のみっちゃんに食い下がる大竹。スコアは4対2。平岡のサーブ。おおっと、ここも高本、キャプテンが意地を見せる。エース平岡を追い詰めています。バックドス、ネットにかかった。5対3となりました。高本のサーブ、カットした。下回転かけました。平岡マッチポイント。意表ついたサーブ、しかしラリーになっている。オーバーだ。奇襲作戦失敗ということで、勝者は平岡選手です。高本さん、最後カード使う、カード使ってしたんですけど、連携が取れてなかったように感じたんですけど。1回戦のことは忘れて、みんな頑張ろう。それはね、あのチームメイトが言う言葉で、負けた人が、ね、言う言葉じゃないの、あんまりね。第2試合はタマちゃんとマリーちゃんの対決。運動神経に自信ありのタマちゃんと元卓球部のマリーちゃんの一戦。両者譲らぬ戦いは7対5でマリーちゃんの勝利。この後は青春ソーダキャプテンコノちゃんが登場。コノちゃん、3連勝で準決勝進出なるか。もう負けられないチームの危機を救えるか、山口春代。前回個人戦はよもやの2回戦負けでした。キャプテン松田コノカ、両者お辞儀をして礼儀正しく台に向かう。山口のサーブ、松田のレシーブオーバー。ちょっとこれはだいぶ大きかった。受ける、ご判断するぞ。高くバウンドしたボール、ここで打ち込んでいきました山口。その後、春代ちゃんがコノちゃんを圧倒し5対1とリードしたところで、ちょっとカード使ってもいいですか？一旦こちらでお願いします。お茶休憩、なんとお茶休憩カードです。ここで春代ちゃんにセンブリ茶休憩。喉乾いてたんで、ポジティブな発言。いけるよ、一気にいったぞ。あさあ、じわじわと蝕まれている。苦しんでるかちょっと。しかしポイントを取ったのは山口だ。マッチポイント。しかし苦しみが増している。松田のサーブ、バックハンドはオーバー。なんと7対1、山口春代が振り切った。お茶の影響はどうですか、春さん？気合い入りました、ね、気合入った、ね、今のところね、お茶飲んだ人みんな気合入ってなんか勝ってますからね。
続く第4試合はカードが飛び交う波乱の展開。もう負けられないあやぱる玉澄とここで決めたい青春ソーダ、ダブルス対決となってスコアは2対5。さらにカード言っていいですか？ここでキャプテン高本が動く。お茶休憩です。お茶休憩、吉と出るか凶と出るか、お茶休憩カード。ダブルスですので2人で飲んでもらいます。いただきます。いただきます。これ想像以上にうまい。だいぶ効いてますねこれは。さあ流れは変わるか。山口のサーブ、しかし山口ここでいいサーブ出しました。2点差。平岡のサーブ、サーブでポイント。頼りになるエース。マッチポイント青春ソーダ。お二人とも愛してます。小西のサーブ、愛してる宣言。愛してるサーブ、しかし返された。動揺しません。山口小西、あの隠れて結構好きだよ。山口のサーブ、おーっと、これが相手の動揺を、平岡の動揺を誘った。成功です。1点差です。言葉攻めしよう。はい、弱いから言葉に。道で困ってたり、スミレが不安そうな時、いつも助けてくれて嬉しいよ。これからもずっと大好きだよ。ずっとそばにいてね。なんか告白みたいな。長い告白でした。3球目、これがオーバー。大接戦の末ダブルス、小西平岡ペアが勝利。チーム青春ソーダ